にちは、時短節約家くーちゃんです。今日もこのチャンネルを見てくれてありがとうございます。今日はですね、前回中学3年生の受験の1年間ね、長男が受験生だったんですけど、その3年生の1年間でかかった教育資金、塾とか入学金とか受験料とか、まあもろもろかかった金額をまとめてドーンと公開したんですけど、こちらですね、ドーンと公開したんですけれども、それがすごく反響が大きくてですね、すごく参考になりましたとか、そんなにお金がかかるんですねとか、今から準備しますとか、貯金をしなきゃいけない、お金を貯めなきゃいけないという目的がすごく明確化になるというところで、すごく嬉しいコメントとかたくさんいただけたので、今日はその次ですね、うちの長男が私立の高校に入学をして実際に払う授業料とかね、お金どのくらいかかるのかというのを今日また改めてまとめて紹介したいと思います。それでは行ってみよう。はい、ということで今回はですね、実際に入学をしてかかる授業料とかね、お知らせをもらってきて、じゃあ高校3年間で私立の高校がどのくらいお金がかかるのかっていうのが実際に分かってきたので、今日はそれをお伝えしたいなと思います。ということで、何から言おうかな何から言っていこうかなと思ったんですけども、入学して、入学式をしたその後に保護者説明会っていうのは呼ばれまして、こういろいろ書類が配られた中に、1年生2年生3年生でかかる学費がこれぐらいだよっていうのがもう出されました。で、それに基づいて、まあ、いろいろ国の就学支援金とか、まあ、東京都の場合は授業料軽減助成金っていうのが申請によってもらえるお金があるっていうのも説明を受けて、そういったところもちょっとお伝えしていきたいなと思うんですけれども、まず授業料どのくらいかかるかっていうと、私も書類をなくしちゃいけないと思って、これで自分でまとめたの、これが配られた、自分でまとめました。はい、でこれこのファイルが、まあ、ちらっとあるんですけど、これね、小学校から中学校にかけて小中をこう一貫してなんかキャリアアップしていきましょうみたいな、全然使われてないファイル配られてて、活用全然できてないんですけど、このファイルを使わせてもらってますちょうどよくて、こうファイリングして書類とかなくしちゃうとも大変だし、中学の時は知り合いがね、友達のママさんとかがいたので、分かんなくなったら聞いたりってできるんですけど、高校に行っちゃうとそれが全然できなくなっちゃったので、しっかりやっとかなきゃいけないと思って、私も長男にももちろんね、しっかりしてもらうようにっていう話はしたんだけど、私自身もやっぱりちゃんとしなきゃいけないし、それがやっぱり長男とかね、今後進学に向けていろいろちょっと支障が出てくると困っちゃうので、しっかりファイリングを、しております。じゃあとりあえず学納金、学納金って何ですか？学納金って、まあ、その学費ってことだよね。で、何がかかるのかなと思うんですけど、まず授業料、それから教育維持費、施設費、施設費2回なんかこの施設費も月額と年額とあって、まとめたらいいんじゃんって思ったんですけどまあその施設費、年額で払う分と月額で払う分と、生徒会費、そして PTA 会費、そして教材費およびクラス費等がかかってくると。先に言うんですけど、まあ、授業料が無償化っていうふうによくニュースで出てるかなと思うんですけど、一般的に国の就学支援金って言われるものがあるみたいで、都立とか公立に入学する場合と私立に入学する場合と、まあ、それぞれなんですけど、この授業料の分が国なり東京都なりが負担してくれるよっていうこと で、今回今年から東京都に関してその所得制限をなくして全額助成しますよっていう形になっていて、で今までは国の就学支援金ってちょっとざっくりなんですけど、まあ、所得がある親が1人か2人によって世帯収入の制限っていうのは変わってくるんですけど、まあ、うち共働きなので所得が2人ある場合だけお伝えしようかなと思うんですけど、まあ、740未満、世帯収入ね、740円未満か、1090万円未満、740万円以上、その間ですね、
で、それ以上が1090万円以上で、今まではそこの1090万円以上を絶対収入があるお家はもう女性はなかったです。全額都立に行ってても私立に行っててもその分の授業料は自分で負担してくださいっていう形だったのが、それが東京都に関しては1090万円以上所得があったとしても無償化になるという。で、その1090万円未満の方は国の就学支援金で11万8800円まで助成してくれる。うちの高校でいうと、まあ、ざっくり授業料でいうと46万8000円が授業料としてかかる、うちの11万8000円までは国の就学支援金で助成される。それより出ちゃう分は払ってくださいっていう形だったのが、今回所得制限が撤廃されたことで授業料の満額まで東京都の分と国の支援の分と合わせて合計48万4000円まで助成してくれるということになったわけですね。非常にありがたいですね。で、これもやっぱ申請をしないと助成はされないので、このお知らせを忘れたら大変だよと。大変です。大変なんですよ。で、これ国の就学支援金と東京都の授業料軽減助成金っていうの手続きがまた別になってくるので、これまたややこしいです。2つ申請しなきゃいけない場合が結構多いかなと思うんですけど、まあ、そういったことによって授業料がまあ実質46万8000円分無償化とかかからなくなるということなので、まあ、1年の学費ですね、うちの場合は85万円弱ぐらいかかるんですけど、そのうちの46万8000円は助成されていくということなので、まあ、実質大体38万円ぐらいですね。じゃあこれ月額にするといくらかっていうと、まあ、大体3万2000円ぐらい。去年ね、前回の動画を見てくださった方分かると思うんですけど、我が家の塾代いくらだったか覚えてますでしょうか？はい、この動画振り返ってくださいね。分かんないよって人はこれぐらいかかってるって動画に合わせてるので見ていただきたいんですけど、まあ、平均したら、まあ、5万とかかかってました。はい、ってなると塾プラス公立高校、都立ね、一番は都立塾なしがベストだと思うんですけど、都立で塾も行かなきゃってなると私立で塾に行かない方が若干安いのかなっていうのを個人的な感想として持っております。で、いろいろちょっと高校を見学に行った時に、学校内にも塾の会社が入ってて、放課後に、まあ、年額数千円とか、まあ、数万円かなぐらい払うだけでその行き放題だと。塾のなんかこう先生が常にいて、塾が学校内にあって放課後授業の後に部活が始まるまでの間そこに行って自習したり宿題をやったり、分からないことがあったらチューターの先生とかに聞いたりすることができるなんていう学校もあったので、そういうのを含めると全然私立の方が安いかもしれないっていうのはちょっと思いました。ただまあこれね、東京都の場合っていうのもまああるの、東京都に関しては今回ね所得制限が撤廃されたっていうこともあるので、まあ、ちょっと全国で同じかって言われたらそうじゃない場合もあると思うんですけど、ちょっと情報としてこういう感じだよと。そのまあ初年度約85万円かかるうちの全員に iPad を買ってくださいと、学習用端末の購入がみんな買ってくださいって言われてて、うちの高校は iPad だったんですよ。で、iPadの全体で10万ぐらいかかるんですよ。本当はね、4万7850円なんだけど、安くない？iPad の何？ 10.2 インチ iPad、iPad 6、うん、付属品ロジック、うん、あ、でも Apple Pencil、 Apple Pencil もついて、でもあれだな、世代がちょっと古いのかな、古いかったりスペックが低いのかな。 Apple Pencil 多分第一世代の値段だから、うん、なるほどね。まあ、ちょっとじゃあ片落ち感もあったりするのかな。でも最低限でもいいからね、うん、保護フィルムまでついて学割保守パックみのるくんとか、あと初期導入費用のソフトウェアライセンス料っていうのが1万1000円ちょっとかかるんです。で、自己負担はそのうちの10万円のうちの3万円だけでいいって言って、助成金を利用することによって学校負担で4万ちょっと学校負担してくれるので、まあ、実質4万1000円177円が教材費として徴収される、うん、ありがたいですね。10万ぐらいかかるのかなと思ってたんですけど、まあ、学校によってはこういう助成金とかを利用して端末とかね、パソコンとか iPad みたいなものが安くできるんだなっていうのが分かりました。そして修学旅行ありますね。2年生で行くんですけど、うちの場合は修学旅行の積立金、一括でもどっちでもいいんですけど、修学旅行が11万5000円
ちなみに中学の時の修学旅行は8万円とか9万円とかそれぐらいだったと思うので、そんなに変わらないね。そんな変わらないね。どこ決まってない。なんかいくつかあって、海外が2つ、まあ、韓国とかちょっと近いところ、海外が2つの国内が3つだから、やっぱ場所によってはちょっと後で追加の支払いがあったりとか返金されたり、田舎暮らしとかもあって面白そうだよね。全然ちょっと海外旅行は行けてなかったみたいなんですけど、もう今年から再開されるかななんて、ちょっと来年にはねもう行けるんじゃないかなと思ってます。それもちゃんと最初の入学時に分割で積み立てるか、一括で払うか、直前に振り込むかっていうのが選べるっていう形でもうすでに説明されました。だからやっぱり修学旅行代は10万とかね、12万ぐらいは予測しといた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。その後ですね、もう2年生と3年生の学費もお知らせが来ておりまして、で2年生3年生徐々に安くなっていくんですよ。そうなの。初年度が一番かかるんだね。2年生は73万円ちょっとね、iPad 代とか、まあ、もろもろ入れてちょっとね安くなるのかなと思うんですけど、73万円で3年生だと70万ちょっと、3年生が安いですね。不思議だね。授業料に関しても3年生になると月3万7000円になるのでちょっと安く、1年2年は月39,000円、ちょっと安くなる、ちょっと安く2,000円だけ安くなる。ちなみに PTA はいくら？ PTA はね、全学年年間6,000円。あー安い。施設費が、まあ、1、2年生は、まあ、よく使うからかな、年間10万円と月額3,000円で、3年生になると年額8万円の月額2,000円、まあ、3年生はね最後の方学校に行く機会が結構少なくなったりするみたいなのもあるのかなと思うんですけど、あとは教材費とかがやっぱり1年生がダントツで高くなっているので、まあ、それぐらいの金額が私立のうちの子が行くっていうところですけどかかってくるよっていうところですね。まあ、東京都の場合は、まあ、所得制限っていうのがなくなったので、割と助成金とかをうまく活用すると割と塾に行っているのと同じぐらいな感覚になるので、これからね今年受験生ですなんていうご家庭があったらですね、そういうのもちょっと頭に入れながら、授業料無料になる塾に行かないで学校の中に塾があったりとか、もちろん夏期講習とかそういったものも学校でねしっかりやってくれる学校もいろいろあったので、そういうのをもろもろ含めて、まあ、どっちが金額的にねどうなのかっていうのも考えてみるのも学校を決める判断の一つになるかなっていうふうに思いました。本当に個人的な意見ですけど、入学金とかやっぱり全然ダントツで私立の方が高かったし、ってすごい思うところもあったんですけど、3年間でトータルしてみて、うちの場合は、まあ、塾に行ってた時に、都立に行ったらやっぱり1年生の時から塾に行っといた方がいいですよって塾の先生は言ってくれてて、それを考えると結果私立の方がトータルで出ていく金額はもしかしたら安かったかもしれないなって。うちの長男は自分で私立に行きたいって言ったので、じゃあお金の話ももちろんして、都立だったらこれぐらいで、私立だとこれぐらいお金がね全然違うよね、だから塾には行かないでせめて1、2年生は自力で学校の授業をしっかり勉強してそれでついててほしいと。ただ大学受験を3年生になって、まあ、するという段階になった時にもしかして塾に行かないとっていうことであれば、それはその時また考えようねっていう話はしたんですけど、そういうのもろもろ考えてもやっぱり私立の方がちょっとうちの場合は安かったかなっていう気がしております。あとは、まあそうですね、実際に高校生活が始まりまして、今週からお弁当も始まるんですけど、やっぱり電車に乗って通っていくので、遠回りして帰ってきたりとか、早速美容院に行って髪の毛をちょっと茶色に染めてきて、はい、そう、あれ、何色染めたのって言ってたんですけど、いろいろちょっとやりたいことをやりつつ、またでもね、なんかお話をしてくれなくなった、喋りかけても、もう言わない時もあるし、なんか思春期に到達したな、なんか急にまたいろいろ、私はこっちはいろいろ聞きたいのにって思うのに、なんか教えてくれないから、まあ、でも優しく見守ろうと思って、行ってらっしゃいとお帰りなさいだけは言うようにしてるんですけど、そんな中ですね、私 PTA の係っていうのかな、役員っていうかな、立候補しまして、で本部じゃないよ、あ
部じゃない。本部じゃない。うちの学校の PTA は希望制だと絶対にやりなさいっていう形では言わなかったけど、割と PTA が盛んでっていうことだったんで、私広報委員に立候補しました。なんでかって、うん、写真をもうそのなんていうのか、お母さん来ないでよとかじゃなくて、いや役員だから行かなきゃいけないのって言って、うん、理由があっていろいろ行事とかを行けるかなっていうふうに思ったので、体育祭とか文化祭とかいろいろな行事がすごく盛んな学校なので、そういった行事に役員として係として堂々と参加できるっていうのが、全く自分がね行ったことのない学校だから見てみたいっていうのもあるし、その3年間の中であっという間にまたね大学受験っていう時期が来るっていうのもあるので、やっぱり大学受験に向けての情報収集を役員をやっている母さんたちから情報収集をしようと思って初めて立候補しました。初めて。そう、今までねやらない人がいるんだったらやりますぐらいの感じだったんですけど、ドーッと大きく丸をつけて候補になりますっていうことにやったので、今年1年間どうなるかわからないんですけど、お兄ちゃんをちょっとその遠目で見つつ、なんとなくこう視界に入るような距離感でちょっと私としてはサポートしつつ支えていけたらなというふうに思っております。これからね、多分今中学3年生のお母さん、父さん、学校に行ったら多分成績のつけ方がどうだこうだとかいろいろあるし、もうあっという間に学校説明会が始まったり、5月とか6月ぐらいから始まると思うので、早いの。そこの、ね、予約取ったり、どこに行くのとか、子供が部活やってるのにその合間を持ってなんかどこ行けんの、もう夏休みじゃないとか言って、なんかすごい忙しいと思うんですけど、やはりその本人が行きたいところに行けるっていうことと、あと経済的な面で、まあ、私立に行くのか公立に行くのかっていうのもいろいろな側面から考えることたくさんあると思うんですけど、やっぱり一番は子供が行きたいって思える学校を一緒に探せて、そこに行くためにサポートをどれだけできるかみたいなところがね重要かなと思っているので、ぜひぜひ頑張っていただきたいなというふうに思っております。もしねこれはどうなんでしょうかとか、まあ、学校の話とか、まあ、私立高校だとこれってどうなんですかみたいな、もし質問等あればコメント欄で書いていただいたり、インスタグラムの方の DM でいただいてもお返事できると思いますので、遠慮なくコメントいただけたらなと思っております。ということで今日は長男私立高校に入学して実際どのくらいお金かかるのというところを公開させていただきました。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。よければ高評価、そしてチャンネル登録していただけたらと思います。それではこの辺でおしまいします。以上、時短節約かくちゃんでした。それではバイバイ。